新コスチューム手に入れました。ですね、チアガールコスチューム。A と B があります。で、どうしようかな。今回はまあ B にしようかな。グリーンキティでいきます。チアガールグリーンキティでいきます、今回は。世界を平和にするために、まあ、チアガールとなって、戦っていきましょう。パートナーは必要です。パートナーは必要不可欠です。ちょっとね、前回ね、俺自分でね、プレイ動画見直して気づいたんだけど、ターボを助けてなかったんだよね。普通にあの、牢屋に入ってるターボを、スルーしちゃってクリアしたんで、ちょっと、裏でやっときました。裏で助けときました。ということで、まあ、ターボと一緒に、バーゲン行きましょう。バーゲンセール行きましょう。さあ、ミッション教えてくれ、ケロッピー。モン吉。モン吉って言うんだ、あいつ。勝手に俺、バザールでござるとか言っちゃったけど、全然別のキャラかもしんないわ。なんかででも CM で見たんだよな、モン吉は。お、飛んできたミサイルは四角で返せる。ってことは、ミサイルが飛んでくるステージってことか。ここは。そういうことだよな。お、箱が積んである。箱が積んであったらもう壊すしかないでしょ。うわ、敵多いな、意外と。あれ？あ、こっち側か。箱多いな。終わったら壊すしかないんだよな。キティさんが暴れ回るしかないんだよな、ここは。ターボを見てるだけだもん。お、増援部隊か。増援部隊叩きのめすか、とりあえず。ターボがな、今食らったね、ターボ。思いっきりミサイル腹に食らったね。ターボの性能を知りたいんだよね。どういうことやってくれるか。どうしようかな、雑魚キャラちょっとスルーしようかな。スルーしてステージクリアを最優先事項にしていくか。回るピングドラム。どうしようかな。でもね、このゲームね、意外とやり込み要素があってね、ステージ内にこう隠しアイテムとか隠しキャラとかがいるんでね。だからちょっと注意していかないとね、見逃す可能性あるわ。コスチュームのその獲得条件とかも、結構ステージのその意識していかないと、ステージを。意外とだから大変なんだよね。お、鍵か。鍵必要か、また。うわ、ここちょっとめんどくさいね。ミサイル放ちすぎだろ。あ、こうやって返せばいいのか。ちょっと、奥の、部屋気になるな。あ、いた！監禁されてる、こんな寒い部屋に。冷凍室の隅に。しかも箱に敷き詰められて。これ死ぬだろう。投資するだろう。この仕打ちひどいな。大丈夫か、檻に入れられた猿。あ、もうちょっとで凍っちゃうところだった。危なかったね。生死の境目を。さまよったモン吉、大丈夫か、お前。あ、こいつもついてきてくれる？あ、また間違った。これ間違ってボタン押しちゃうんでね。今、モン吉に超必殺技使っちゃったわ、俺今。仲間に今、必殺技食らわしちゃったな。こいつ倒したら鍵かな？あ、鍵だね。よし。すげえ、今3人で、3人チームだ、今。うわ、でかっ！大丈夫か、これ。あれ、ターボーいる？今、ターボー、扉の奥に、もしかして、こっち、この辺っちの部屋来れなかった？ターボもしかして。おい、あ、いたいた。え、モン吉、お前、なんかやったかを。こいつ、後ろで見てただけだろ。ターボすごいな。片手で全体重支えてるよ。それに引き換え、モン吉のその、勝利ポーズ、なんなの、それ。誰でもできるじゃん、モン吉、お前。大丈夫か？これ、瞑想してちょっと心落ち着かせるか。これ、瞑想タイムね。まあ、キャラクターデータ増えました。多分、モン吉でしょう。じゃあ、次に向かいます。さあ、次のステージは、マイナス30度の世界。マジか、そういう、パートナー誰にしようかな。
チャンス与えるかこいつに。今んとこ何も活躍してないからね。でもパートナー増えてきたね。何人ぐらいになるんだろう、最終的には。そこ結構楽しみ。マイナス30度の世界。なんかそういう体験施設みたいのあるけどね。マイナス30度の世界。俺行ったことないかな。あ、いや行ったことあるわ。修学旅行かなんかで行ったことあるな。あ、なんかもうすでにレバー下ろしてねみたいな。6つあるスイッチを全部、入れるとオーバーロード起こして格納庫爆破できる。すごい野蛮なこと言ってるな、笑顔で。しかもそれに対してキティの返した言葉が了解の一言だからね。いぶし銀すぎるだろう。さては最強だろうお前、もしかしたら。じゃあこのフォークリフト乗って、レバーを下ろしに行きましょう。これでいいのかな。こんな感じか。で残り5つって感じかな。お、仲間がいた。こんな寒いところで棒立ちとは。やるなこいつ、ポチャッコ。こいつ見たことないな。あ、いや、あるぞ。キティ助けてくれてありがとうって、なんかそれだけなんか。もっとなんか喋ってもいいと思うんだけど、なんかもうちょっと一言あってもいいんじゃない。ちょっとした世間話欲しかったな。ポチャッコがどういうキャラか見えてこなかったな、 今の会話だけでは。これがあれか、これ下ろして、あと何個だ、あと一つぐらいかな。あ、向こうにあるね。これ下ろして最後か。あれ、どうやって行けばいいんだろうな。あ、こっからか。こっから登ればいいのか。はい、あ、微妙に滑ったな。めっちゃ冷房効いてるねこれ。まあ今夏だからね、むしろ涼しくて嬉しいわ。お、ムービーです。お、爆破したぜ。爆破に成功。あ、違う、出てきた、なんか。おお、かっこいい。キティさんかっこいい。ステッキ引っ掛けて自分も地上に上がってきた。やるやないか、やるやないけ。あ、でも家に帰ってきた。あれ？あのままボス戦とかでもいいんだけどね、俺は。家に帰ってきたよ。レッドアラート。どういう意味だろう。ボス戦だね、多分おそらく。さっきの敵と戦うんでしょう。まあ一回家に帰るあたりはあれさすがだね。大御所感あるね、Tさんも。わあ、なんか強そう。意外とね、二面のボス強かったからね。そのステージ自体はそこまで難しくないけど、ボス戦は結構難しかったりするから、このゲーム。ステージ9。あー、ライフが6か。レッドフォルトって言うんだ。あー、スプリングで高くジャンプして、運転席を踏んつけるか、あー、ミサイルを落とすか。ミサイルか、あ、やばい、間違った。丸ボタン押しちゃうな、間違って。これを返せばいいのか。これ返すとしっかり相手に当たるのかな。あ、体力減ったね。え、これ簡単じゃない。さてはこれ簡単。もうライフ相手向こう読んだよ。さては簡単だろう。何この爆弾、せこくない、せこくない。それやばっかやってればこっち勝てないぞ。近づくしかないパターン。あ、近づいてきた。向こうから近づいてきたよ。ちょっとスプリング乗るか。相手がミサイル撃ってこないのであれば。しょうがないな、これミサイル。え、全然撃ってこないじゃん。これスプリング乗るしかないよね、これ。やば。お、すっげえジャンプする。おー、これちょっとかっこいいね。これちょっとかっこいいんじゃない？わー、これ降ってきた。色とりどりの、色とりどりの爆弾。
ちょスプリング攻撃かっこいいな。これ味を占めたな俺。ああミサイル撃ってきた。スプリング攻撃がちょっとかっこいいって思ったところでミサイル撃ってきたこいつ。心理戦か。あれ、え、今スプリングでジャンプしてスプリングに着地したから食らわなかったパターン、もしかして。あ、食らったか。あれ、なんかよくわかんないな。でもあと3回か、あと3回攻撃すれば勝てると。え、あれスプリングどこ、あ、いた。よし、ここでしょ、ここでしょ、勝機は。勝機スーパージャンプ。マリオであったな、こういうの。マリオ RPG で。気づけば俺の体力も2、向こうも2じゃん。なぜか接戦になるな、いつもボス戦。なんでだろう。やばい、食らった。スプリングに食らった。さあ、これ届くか。わー、届かない。届かぬ思い。届かぬ思い、ここでまさかの。これ届くかな、この距離。届いてほしい。はい、届きませんでした。はい。ちょっとこれまずいですね。まずいですよ。いい感じのところに来い。いい感じのところに来い。スプリングが。いいところに来い。これ当たれ。よし、1-1。ラスト1。ラス1。お互いにラス1。ミサイル、俺を狙いすぎだろ。どこまでも追いかけてくるじゃん、これ。ミサイル返すか、これ。返す刀で。返す刀でミサイル撃つ。あれ、どっか行っちゃったね。あさっての方向行ったね。よし、これを返す。これ当たったでしょ。当たったね。よし、倒した。